おはぴよ、どうも、ひなぴよです。それでは本日も、アクアリウムは踊らない、やっていきましょうか。いや、前回はね、もう、綺麗な感じでゲームがスタートして、ああ、このまま綺麗な感じでゲームが進んでいくんだろうな、なんて思っていたら、うん、後半は地獄のような怖さが待っておりましたね。あの時からちょっと、もう撮る勇気がなくてね、一週間ぐらい経ちましたね。いや、でもなんか今ならね、撮れる気がする。今なら頑張れる気がするんで、ちょっともう早速ね、館内からやっていきたいと思いますよ。さあ、撮るぞ、頑張るぞ。うーわーもうダメかもしれない。いや、もう今メンタルが削れる前に、さっさと進んじまおうぜ。いけるいける。ほら、いけるいけるいける。いけるよ、いけるいけるいける。いけます、いけます、いけます。いけまーす。はいはいはい。あ、なんか怖い。色が変わったよ。これは大丈夫？なんか、勝手に進んでるよ。はい。出口がない。どういうこと？どういうことでしょうね。この先に出口があるの？なんかでも、水が綺麗になってるよ。もう怖いの終わり？怖いの終わりじゃね？無限ループって怖くね？うわー！え？死んだ？ああ、よかった、生きてた。こんな偏僻な場所に客とは、驚いた。誰だ？一体、どうやって入ってきた？どなたですか？ああ、なんか刃物の音が聞こえました。何も抵抗なんて滅相もございませんよ。抵抗したら殺す。私の質問に答えろ。はい。何でも答えさせていただいただいただいた。美しい！誰だ？貴様は。かっこいいし、かわいいし、綺麗だし、なんか目が赤いし。よかった、怖い人じゃなくて。あ、やったー！この BGM 大好き！おー、ここで！制作。大大さん。合ってますか？合ってますか？間違っていたら、とんでもなく失礼ですけど、大丈夫ですか？ここでオープニングなんですね。アクアリウムは踊らない。わあ、やっと始まるんだ。ちょっとパート1で全然ゲーム始まってなかったってことですね。あそこで区切るべきではなかった。お。水の中の音がしますね。お前も。あ、そうだ、そうだ、刃物突きつけられてるんだった。危ね、危ね。お前も、誰だ？ほう。おぉ！主敵。この状況で素直に名乗らないとは、肝だけは座っているようだな。まずい。隙がない。逃げられない。となると、貴様、奴の手下か？奴って、何のこと？さっき迷い込んできたばかりで、わけわからないんだけど。図星ならそう答えるのが自然か。ここで逃がして厄介事を起こされたら、余計手間取る。今ここで死ね。は？ちょっと待ってよ！私は何も。待て。お前まさかさっき。はい！どうしましたか？何の音？くそ。こんな時に限って。ああ！ああ、これはびっくりですね。土煙、今のうちに。
え、逃げるの？いつでもシフトキーは押してるよ。あ、今逃げてるのかな？おーっと、結婚がついておりますね。あ、ウミガメがいる、やった。なんとか逃げ切れたのかな。というか、改めてどこなんだろう、ここ。さっきまでいた水族館とは明らかに違うし、これだけ歩いても出口がないなんておかしいよな。それにルル、どこまで奥に行ったんだ。変な軍人みたいな人も化け物もいるから戻るわけにもいかないし。ルルを探してここから出る。できるの？こんな私に、あんな化け物相手に。でも行かなきゃ。ルルは親友なんだ。ルル、無事でいて。せやな。ウミガメくん、ああ、相変わらず喋ってくれまけ。はい、セーブ。もうセーブしときゃ安心ですよ。ところで、あの軍人さんのお名前は何て言うんでしょうね。とてもお綺麗な方でしたね。絶対なんか私のアテレコ合ってなかったと思うけど、キャラに。いやー、あの方とちょっと仲良くなりたいですけどね。なんか汚いのがちょっと上にこびりついてますけど、大丈夫ですかね、これね。海ぶどうかな？調べられるわけじゃないのか。こいつなんだろうね。この魚はなんだろう、一体。これは？これも別に調べられない。これ足跡か？足跡がここにある。ってことは、ここで誰かが死んで誰かが食われたかな。ちょっとこっち行くの怖いから、じゃあこっちから行こうか。あ、綺麗。これは？びっくりした。左の水槽を心配そうに見つめている。あっちの魚は元気がないのか。この魚？左の水槽を心配そうに見つめている。あ、じゃあ、もっと左か。こっちは？こっちもか。一番多くの魚が元気がないのか。泳ぐ元気のない魚がいる。あらら。もじゃもじゃですね。大丈夫か、こいつら。お腹でも空いてるのかな。あ、なんか、じゃあ餌でもなんか持ってくりゃいいのかな。あ、こういう系の謎解きみたいなのがね、あるとね、いいですね。こういうのは大好きですよ。上に行くのが、え？ちょっと上に行くのも怖いんだよな。でもこっちに行くのももっと怖いんだよな。これは別に調べられない。じゃあちょっと、右行こう。うわーい、びっくりした。あー、なるほどね。4桁の暗証番号が必要なのね、ここ行くには。オッケーオッケー。いや、音でびっくりしちゃうな。そんな音を大きく出してないんだけどな。でもこの魚も別に調べられるわけじゃないと。で、おー、なんか穴が開いているねー。何ですか、これ。古い新聞が落ちている。海岸に傷だらけのサメ。これあれだよね、多分ね、あのホオジロザメのことだよね、クリスさんが言ってた。丸月丸日午前7時頃、ビアンカ水族館の館長が水族館近くの海岸に打ち上げられている巨大なサメを発見した。サメの種類はホオジロザメと見られる。体長約6メートルにも及ぶ大型である。打ち上げられたサメは現在ビアンカ水族館が保護しており、治療とともにサメが打ち上げられていた原因を探っている。じゃあサメが打ち上げられた原因とかをこの水族館で解明するってことなのかな。ボロボロになった大量の車椅子が転がっている。うん、すごい量の車椅子、誰かが持ってきたのかな。うん、掃除用具が入ってるみたいだ。なんかさ、スーズちゃんが溺れたこととさ、ホオジロザメってなんか関係ある気がするんだけどさ。でもまだ全然わかんないけどね。黒のコーチジャケットが入っている。スタッフ用のジャケットみたいだ。めぼしいものはないか。うん、ダイビング用のスーツが入っている。イルカショーの道具くらいしか入ってない。なんか使えそうなものないかな。黒のコーチジャケットが入っている。うん、めぼしいものはないと。
こっちかな。魚の餌が入ってるようだ。うん、餌は取ります取ります。海の生き物についての本がたくさん置いてある。で、他には特にないかな。この穴は？うん、調べられないね。じゃあ餌をあげに行こう。餌だよー。お前これで元気になりたまえ？はい、あげまーす。お、元気になったね。よかったよかった。魚が元気になった。よかったね。ん？何してるの？魚が水槽の底の石を並べ始めた。4。ほう。こっちは？なんだか嬉しそうだ。水槽の底に石が並んでいる。9。4、9。なんだか嬉しそうだ。水槽の底に。5。4、9、5。なんだか嬉しそうだ。はい。1。4951。4951。4951。なんか語呂合わせないか考えたけど何も思い浮かばなかった。4951。ほい。鍵が開いた。オッケーオッケー。なんでそんなすごい音しながら行くんですか。いちいちセーブしちゃう。いやでもあそこめちゃめちゃ怖かったな。これイルカショーかい？イルカだ。うわー、キユキ元気ですね。はい、こんにちは。ん？何も持ってないよ。ハートハート。もしかして、遊びたいの？そうは言ってもな。どこかに遊び道具とかないかな。かわいいね。遊びたいのね。遊んであげるよ、お姉ちゃんがね。確か、この辺にありましたね。イルカの、なんか、イルカショーの道具みたいなね。しましまの可愛いボールを見つけた。他には？ないか。なんだ、ダイビングスーツ、スーズちゃん着るのかと思ったよ。お姉さんに見せてくれてもいいんだよ。はい、どうぞ。えいっ！おー、ボッション。おー。イルカの鳴き声がさ、怖いよ。可愛いからいいけどさ。うん。これで遊んでなよ。あ、でもあれか。ダイビングスーツ着ても、スーズちゃんはお水が怖いから、入れないか。これでいいの？他になんかある？とりあえず、できることやったと思うけど。あーい！どうしたの？イルカちゃんどうしたの？おい、なんでそっちにいるの？え？あ、もしかしてさっきのイルカ？一体どうやってここまで？さっきのプールの底と繋がってるのか。あー、なるほどね。確かに。じゃあここの床が抜けたら、スーズちゃん溺れ死なのでは？ほら、渡したボールで遊んでなよ。ブエーブエー。あ？運んでくれんのかな？あ、もしかして背中に乗れって言ってるの？そうやで。乗りたまえ。渡れなくて困ってたし、お願いしようかな。ありがとう。乗せてもらうよ。ありがとうございます。なんだ、イルカちゃんたち、いい子ちゃん。かわいいね。なんか、愛着湧いてきた。泣き声だけちょっとあれだけど。ふぅ。落ちなくてよかった。助かったよ。じゃあね。みえみえ。あ、戻ってった。あ、帰れない。びっくり要素ありませんように。なんか、どうしてこんなに細い道が続いてるの？ああ、よかった。何もなかった。はあ！イワシかな？イワシの大群かな？イワシは群れになって泳ぐからに。あら。無限ループ？大丈夫？
あ、よかったよかった。クラゲちゃん、クラゲが優雅に泳いでる。いや、あのやっぱ最初のさ、あの意味わかんない世界に入ってきちゃった時の赤い画面がマジで怖かったな。もう進めないかと思ったもん、一生。あ、やっぱよかったよかった、カメがいる。これカメなんて言ってるんだろう。これ毎回言ってること違う？もしかして。こっちは多分いけないんだろう。やっぱりね。これカードキーで開けるドアか。うん、じゃあ下から行こう。ここも同じかな。はあ。げ、この部屋真っ暗だ。うかつに触れないな。一旦外に出よう。オッケー。ちょっと暗いとこ無理だから。あたいも暗いとこちょっと無理だから。え、じゃあどうすんの？行けるとこないけど。どうしよう。なんか、これ何？じー。向こうの部屋、真っ暗なんだけどさ。何かいい方法知らない？いい方法思いついてくれなかったな。まあそうだよな。でも一緒になって考えてくれるお魚さん優しいんだが。ありがとうね、イワシくん。またね。おほほ。どっか行った。ん？なんだ？どうした？あれ？あ、動けない。あ、動けないじゃない。動けた。え？なんかあった？今。なんか変わったのかな？一応こっちにも戻ってみる？おー、なに？なんか一列に整列しておりますけど。はい。なに？別になんかあるわけじゃないのか。あれ、イワシさんいなくなった。イワシさん、あんなに大勢私の味方でいてくれたのに。あ、やっぱダメだ。怖い。まあ、若干見えるけどね。一応セーブして。一応見てみる。いやー、ちょっと、ダメだ。多分明るくする方法があるはずなんだけどな。これ何なんだろう。4、5、6。上、左、上、左、下、左、上、あ、上じゃない。あ、ここが到着？なるほど、教えてくれてんだ。ちょっと待ってね。メモしますね。OK、ありがとう、イワシくん。すごい優しいんだけど、ここのお魚さんたち。ありがとう、大チキ。よし、じゃあ行こう。行くよーん。左、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 上、上、上、左、上、上、左、左、左、上、左、左、下、左、左。あれ？はい、コンコン。見えないけど、この辺に何かがあるはず。あ、これなんだ？扉みたいな。ほう。何？開いた？はい、ランタンとマッチ。来た、これで。
おー、明るくなりましたに。え、オッケー、あと、あ、はあ、これでやっと見える。電気くらい簡単につけられるようにしておけ。せよな。あ、なるほど、こういう風に穴があったりしたんだ。アユと書いてある。ほう。イカと書いてある。4匹の生き物の中心となるものは？日本語にしてカタカナで答えよう。あ、ちょ、待って待って。え、戻れないの？あ。はい、何も起こらない。そりゃそうや。はい。サザエと書いてある。サメと書いてある。なるほど。アユ、イカ、サザエ、サメ。で、ちょっと他も一応調べるか。紙切れが挟まっている。おーおお、なに？スズキ、フグ、イカ、ウナギ、アオ。イセエビ、ウナギ、サメ、海。うん。なんだ？ちょっととりあえず他を見よう。あ、なんか光ってる。魚の図鑑だ。アユのページ。アユ、スイートフィッシュ。アユは川下りをするため、アユる、かっこ落ちるの意味が語源になったと言われている。へぇー。アユは、スイートフィッシュ。また、一年で一生を終えることから、年魚とも呼ばれる。そうなんだ、一年しか寿命がないんだ。で、これは魚の図鑑。バンドウイルカのページ。バンドウイルカ。はぁ、ちょっと全部メモしますね。バンドウイルカ。これなんて読むんだ？トラサイオプス、トランケイツ。かなぁ、わかんないなぁ。イルカショーでおなじみのイルカ。好奇心旺盛なのが特徴である。イルカの声は頭の上にある鼻から出ている。イルカ同士は超音波を使って会話することができる。それは有名だね。超音波使うっていうのは聞いたことあるわ。で、光ってるのはあとこれか。魚の図鑑。クリオネ。クリオネはクリオネなんだ。クリオネ。体長は3センチ程度。透明で美しい見た目をしており、まるで飛んでいるように泳ぐことから、流氷の天使と言われる。頭の上に口があり、パッカルコーンと呼ばれる触手で餌を食べる。餌を捕まえるときは、機敏な動きをする。あ、バッカルコーンと呼ばれる触手か。バッカルコーンっていうなんか擬音かと思った。なるほどね。あ、ここ、サメもある。シャークが読めまっちゃんね。とりあえずまあ、シャークは、シャークでいいか。うん、読めない。文章が黒く塗りつぶされている。横に文字が書いてある。お前が憎い！憎まれるようなことしましたっけ、あたち。魚の図鑑。ちょっと、ああ、いや、青ウミガメのページ。青ウミガメ、グリーンタートル。体の色が青っぽいことから青ウミガメという名前になったと言われている。現在は絶滅危惧種に指定されている。ピラニア。ピラニア出てきそうだなー。ピーラーニーア。肉食の魚であり、鋭い歯と噛む力により人間の指を噛み切ることができる。臆病な性格のため群れで生活している。血の匂いを嗅ぐと興奮して獲物に一斉に襲いかかる。イカのページ、柔らかい体を持つイカやタコの祖先は貝と言われている。貝が持つ10本の、触腕は人間でいう腕にあたる。そうなんだ。で、これ多分もう一個見てないよね。サザエのページ。
サザエ、ターボン、ん、ターバンシェルかな。あ、ターバン確かに巻いてるように見えるね、サザエって。サザエ、ターバンシェル。日本では食用貝として有名。貝は大ぶりで10センチで、貝じゃなかった、間違った。殻は大ぶりで10センチ以上にもなる。殻にトゲがあるものが一般的だが、ないものもある。へぇー。で、この、アユと、イカと、サザエと、サメ。で、これ、アオウミガメにしろってことかしらね。なんか、海と青って。4匹の生き物の中心となるものは スイートフィッシュ。ああ、イカ。ちょっと待って、イカの目もし忘れた。え、なんか謎解きめちゃめちゃ難しくない？あー、なんだ、このうなぎのイラストがさ、矢印かと思ってた、私。反時計回りですよ、みたいな。これ、うなぎか。ってことは、単純だな。ロブスターの真ん中が S で、うなぎがイールの真ん中が E で、サメが真ん中で A だから、C で海でしょ？で、スズキが C バスの B と、フグがスウェルフィッシュだから L でしょ？イカが、これなんて読むの？スクイドの U とうなぎのイールの E で、ブルーだから青。なるほど。これヒントだったんだね。ってことは、アユ、イカ、サザエ、サメ、スイートフィッシュの真ん中は T。イカはそのさっきも言った通り U。サザエがターバンシェル。N。で、サメはシャークだから A。で、T と U と N と A。ツナ！ツナだ！ツナです！ツナです！カタカナでって言った？ツナ。いかがですか？この、天才的な発想。あ、何も起こらない。ちょっと待って。あれ？あ、日本語にしてカタカナで答えよう。あ、なるほど。ツナはマグロです。単純に答えちゃった。ツナです。マーグロ。どうですか？オッケー。ビアンカ水族館の年間パスポートを手に入れた。やったぜ。ビアンカアクアリウムパスポート。これは、ビアンカ水族館の年パス。何かに使えるかもしれないし、持っていこうか。いや、なんか、あ、ごめん、スーズちゃんが喋るの邪魔しちゃった。それにしても薄暗いな、この部屋。早く出よう。うわー、消えないでー。え、ランタンの火が消えた。もう一回つけないと。え、なんか怖くなるんじゃない？よし、これで。はあ、え、何ですか？なんか来ますか？何ですか？あ、なんかいますね。はあ、さよなら。あ、待って、まだ来るの？あ、こっち行き止まりなの？ちょっと待って、待って、すいません。お願いします。開けてください。年間パスポート開けます。はあ、なんか怖くなってるよ。はあ、来ないでください。オッケー、やめてー、ここだ、中に入りそう。オッケー。うわー、何ここ。
なんか食べてるね。え？クラゲの鍵が落ちている。拾えますか？拾うけど。なんか食べてるね。ヤドカリは夢中になって人間を食べている。さよなら。いいかな、外に出て。ああ！ダメなんかい。ちょっと死んじゃうよ。オッケーオッケー。もう一回入ろう。もう入りたくない？なんかまだいる。まだいる。ちょっと待って。ああ！死んだ。さよなら。あ、かわいい。綺麗ですね。海に溺れちゃいましたね。ということで、まあ、切りもいいんで、ここで終わりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。セーブしとけばよかったよ。また次回。おつぴよです。